人力発電機の存在を感覚に導入すると行き詰まりはなくなる。博打をして所持金がマイナスになった。それ以上支払えないのに支払いが存在する。不可能。今は？じゃあ発電機で稼いできて。良くも悪くも、それ、は敗者のすることではある。負けた上に何かのペナルティまで背負うのだが。それでも、支払えないという事態、それはありえないし、非人道的なことを要求しているわけでもない。しばらく、休戦がある。具体的に何をするのか？というのはケースバイケースだろう。ただ要するに要求する仕事？をさせられる。そういう状況かも。敗者がさせられるその、仕事、によって勝者の願いは少しずつ具現化していく、のなら。かつ、ことへの執着が消えるわけでもなく負ける痛みがなくなるわけでもないが。どうしろと？それは、ない。